にちは、マギシです。こんにちは、サライです。今日はお友達が遊びに来てます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんかこう、はい、どこで日本語を勉強したんですか？私は一人で勉強しました。独学だけです、うん。本当に難しかったですか？南アフリカではあんまり日本人がいます、うんうん、本当に中国人がたくさんありますけどそうで、今日本語 の、 あの能力試験の3級、はい、そう、3級を合格しました。あとドイツ語はどうですか？ドイツ語は C2、合格しました、うん、そう、あの C2 はあの特権の多分1級に近い、一番上です。はいはいはい、そうです。一番難しいドイツ語の、はい、そう、はい、そうですだから、そうです、ね、あの英語とドイツ語と日本語と、はい、あと何語を話せるんですか？あとは、あの南アフリカの言語があんまりできますけど、うん、私たちは家で英語だけ話しましたので、うん、英語だけ、うん、上手にできます。うん、南アフリカの言語、南アフリカでは、11言語がありますけど、言葉が分かりますけど、よく話せません。うん、そう、あとなんかこう、日本の食べ物って何が好きですか？天ぷら天ぷらです何天ぷら？天ぷら、エビ天ぷら、エビ天ぷら、オッケー、そしてうなぎ、美味しいですよ、うなぎは。はい、うなぎと天ぷら。そうで、今あのドイツに住んでて、でドイツであの何が一番楽しいですか、食べ物？ドイツで、難しいですね。ブラックフェスト日本語で どう言いますか？あ、ソーセージ。ソーセージ。でも特別な、特別、本当に特別な。そうそう、あのソーセージは食べるものじゃなくて、ドイツだったらドイツのソーセージを。そうですね。あとは、なんかこうドイツに来て何が一番楽しかったですか？驚きました。ドイツでは。本当に、外は本当に安全です。南アフリカと比べて、ドイツの外は本当に安全です。あの犯罪があまりない。犯罪が少ない。なるほど。少ない。はい。そして、ヨーロッパの他と比べてちょっと安いな、生活が。そうね、ドイツのスーパーがすごい安い。はいはいはい、そうと思います。ドイツは貧乏にもすごい優しい国です。はい、そうです。そうですね、はい。なんかロンドンとかのスーパーと比べて私も驚いたんだけど、ロンドンもやばい。ロンドンはやばいわ。ロンドンは住むとこじゃないはい。そして、アメリカと比べて人々は少し、静か。はい、そうですけど、友達が見つけて、本当に、いい友達に になる、そう、ドイツ人は恥ずかしいから友達作りはあんまりしないけど、一回友達になったらずーっと仲良しです、はい、そうです、本当にそうです。あとなんかこう、日本に行ってた時に日本のなんかこう何が楽しかったですかとか。
日本は、うん、先進国、うん、本当に先進国です。うん、日本の何が一番好きですか？私日本のトイレがめっちゃ好き。高級トイレ。日本。はい。それは面白いね。日本では、はい、日本の生活は本当に複雑ですけど、人々はたくさん知っているそうです。うん。日本人はたくさん、は本当に徹底的に勉強して、うん、スポーツな、うん、運動も上手にできて、うん、仕事も仕事もな、うん、頑張っているな、頑張っている人だと思います。日本人は。うん、あとそのなんかこう日本語を勉強してドイツ語も勉強して、そのドイツ語学習で C2 レベルに上がるためにどういう教科書を使ったとか、どうやってドイツ語が伸びたんですか？教科書は、ドイツ語で、そう、ドイツ語の教科書、ドイツ語を勉強したかったら、ヒューバー、うん、はい、あ、ヒューバーですね。ヒューバーの、うん、あの、Deutsch für die Oberstufe。ああ、そうなんですね。はい、そうですね。フーバーっていうのが、あのドイツ の出版社の名前で結構有名ですよね。あの、はい、さっき彼女が言ってたあのドイツ語の教科書は、あの動画の下のリンクに貼っておきますので、もし独学で彼女みたいにドイツ語を勉強したかったら、これはあの彼女のドイツ語の教科書に進むので、よかったら見てください。はい、あとはなんかこうドイツ語を勉強して何が難しかったですか？ドイツ語の、ん？ドイツ語で言ってもいいですか？うん。デクリナツヨン。なるほど。なるほど。ドイツ語の文法がすごい難しかったらしい。コンジュガツヨン、デクリナツヨン。ドイツの文法に苦労しました。ドイツの文法は複雑です。皆さん、もう知っておりません。イライラしない、ね、うん、イライラしないことは大変なポイントだと思います。でもまあ、イライラしながら続けて、うん、はい、で、合格して、はいはいはい、その通り、もうできたって、うん、あの、毎日勉強したら本当に合格、うん、本当に安く、ん？あ、合格しやすくなる。うん、はい。もう緊張、もう緊張している、もう緊張しているので。で、彼女は、そう、なんかね、あの、ドイツ語もすごいできてて、で、今は日本語能力試験をちょうど頑張ってるところですよね。はい。今、そうそう。日本語能力試験、はい、毎日頑張って漢字を勉強して、はいはいはい、文法も勉強、文法、日本の文法はドイツの文法より難しいと思いますけど、ドイツ語は、私はドイツに住んでいますので、毎日ドイツ語を聞いています。うん、そうですね。うん、なんか聞き取りの練習はドイツに住めばすごい早く伸びるんですよ。で、あの、日本に住めば日本語も同じく、うん、あの聞き取りの練習がすごい伸びてて、はい、そうですね。うん、私は、うん、日本に住みたいけど、少し心配、はい、もうちょっと日本語を勉強してから、はい、で、そしたらこう日本語をいっぱい勉強して天ぷらを食べるために、はい、そうですね。お、天ぷら、ということで、みんなさん、どうですか？天ぷら好きですかっていうのをぜひコメントの下で教えてきてください。今日はわざわざ、はい、ね、あのインタビューできてすごい楽しかったです。Bis zum nächsten Mal! チュース。